ようございます。ベトナムニュースホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近におテーマに、経済から生活情報まで急成長中のベトナムの今に迫ります。はい、はい、髪型が変わりました、はい、このピアスが見せたかったんです。あ、そういうことね、はい、これベトナムで買ったんですけど、あのリー中将の通りですごい安いくて素敵な、あ、ピアスをプレゼントしようとしてるんですね、奥様に。今日あの嫁誕生日で何も準備してないっていう指をさしてしまった。いや、あ、ここめっちゃおすすめですよ。あとで住所教えます。細かい住所忘れちゃったんですけど、教えてください。はい、いや一応僕そのいいか、そう、ありがとうございます。はい、何も言い訳せずに、あの今日は頑張ります。はい、はい、ちなみにあの私ノートっていうブログみたいなの書いてるんですけど、はい、そこにこのアクセサリー屋さん住所載せてるんで、一回インスタグラムのストーリーズ載せたら、あ、それあれ、めっちゃ場所聞かれたんですよ。ノートであの購入って押すと住所で、あ、購入しなくてもそれは住所公開してるんで。そうですか、優しいですね。はい、ぜひぜひ、あの、はい、安いのって本当300円均一みたいな場所とかもあって、あ、これちょっと500、600円するやつ。あ、そうなの。でも綺麗ね。はい、すごくいいので、はい、はい、ありがとうございます。それでは本日のジュースに行きたいと思います。ホーチミン市は全ての映画館、クラブ、バーを閉鎖。はい、そうですね、うん、今実はね、うん、私たちのこの放送しているところもあの後ろが映画館なんですけども、完全に閉鎖状態で、このブースだけ撮影用にお借りしています。はい、閉鎖してくださいっていう指示が政府から来ました、うん、正しいと思います。はい、まあ、こういうのも対応早いですよね、すごいね、うん、まあ、でもこういう時にこそね、その、まあ、その映画館経営してる方だったり、クラブ経営してる方だったり、バー経営してる方がなんかうまいことね、はい、そのやる方つないつ、あの、このいつまで結局閉鎖しなきゃいけないっていうのも、うん、はっきり明言されてないじゃないですか。伸びる可能性も高いし、だからそれをね、乗り越えていかなきゃいけないんですけど、どうすればいいんですか、小森さん。え、どうすればいいの。映画館、クラブ、映画館なんて大変ですよね。箱物ビジネスですからね。あの固定費高いですよね、箱物の、設備、あの装置産業なんで、うん、だから映画館もね、本当はね、あれみたいにやればよかったんですよね。あのあのエアジアみたいなそのサブスクリプションでその先にお金集めちゃっとけば、割と閉鎖になって持ちこたえられるじゃないですか、うん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 、でそういうのやっておけばよかったなっていうのを思いますね。でもうこれ閉鎖なんてずっと続くわけないんで、数ヶ月だろうなんで、その今のうちに映画を買い集めるっていうのもできますよね、うんうん、だって映画ってミニマムギャランティーっていう最初の固定費っていうか、その一定額払って、そこから売り上げ上がったら制作会社に渡すんですけど、今映画館閉鎖で映画がこう配給できないってなると、うん、その制作会社たちもちょっとでもいいからお金回収したいって言って、で結構それ買い叩けると思うんですよね、うん、それをバザッと買い叩いて、でコロナが収まったっていうか、映画館 OK よってなった瞬間に、その映画をガッと買い集めて、安く買い集めた映画を使って、映画館でサブスクリプションサービスドカッと売り上げが上がって、で安く買った映画で回してみたいな、ここできるんじゃないですかね。確かに結構まともなビジネスアドバイスですね。素晴らしい、はい、なんかいろいろ考えられますよね、はい、クラブバーとか、クラブなんてあれでしょ、オンラインパーティーできるでしょ、バーはね、まあ、しょうがないですね。まあ、バーもね、デリバリーとかね、なんかやればいいんじゃないですかね、酒のデリバリーとか、わかんないですけど、そういう感じで、まあ、決断早いっすよね、すごいっすよね、うん、ミャンマーも同じようにやってるかな、で、ヨーロッパとかも、もう完全にその外出禁止とかってやってるけど、うん、マレーシアもそうか、やっぱこの政府の決断の早さってのはね、しびれますね、いいっすよね、うん、うん、これ、どう、この優先順位のつけ方が素晴らしいよね。とりあえずコロナ広げちゃいけないからって言って、まあ、多少いろんな企業に損失が出たとしても、うん、これは国としてサバイバルするための決断ですって言ってバシッてやって、でそれを従わせるっていう、でそれであの致命傷を避けるっていう、さすがね、やっぱあれだね、戦争をしてきた国は違うね、はい、やっぱ戦時体制、非常事態宣言みんな出してる、どこの国も出してるんで、であの戦時体制入ってるんで、本当戦争モードっすよね。
質問です、はい、この閉鎖してる期間っていうのは、はい、国からお金は出るんですか？出ない。出ないですよね、うん、あ、出る国と出ない国あるけど、でそのまま今のところ出ない、はい、ええ、そうですよね。そうですね、うん、でも国だからそのね、まあ、で難しいですよね。本当国の判断なのかどうなのかっていうのは、うん、その、まあ、変な話、今オリンピックも、うんうん、あれじゃないですか、はい、その結局どこが辞めるって言い出すかによって払うところが変わってくるから、はいはいはい、っていうので、日本もまあ言わない方が多分、日本からは言わない方が絶対いいと思いますし、はいはい、でもなんか IOC も WHO もなんか、はいはい、なんかそのどこかが言っちゃうとそこが言ったから禁止ですって言えるけどっていうところがあるじゃないですか。で私も実は4月に日本でコンサートを予定してて、うんうん、なんかどうやらその E プラスっていうのでチケット100枚もう完売してたんですよ。でも今回やむなく、あのもう帰国戻ってこれないかなっていう判断もあったので、まあ、ちょっといろいろこういう状況なので、あと年齢もね結構上の方とかも見に来てくれることが多いので、そういうのもあって開催しちゃうと払い戻しが難しくなってしまうというので、はい、判断したんですけど。なるほど。まあね、だからそのビジネスオーナーの方とかはね、ちょっとかわいそうですけど、まあ、しょうがないですよね、うん、そうです ね目先のビジネスよりもやっぱりね、うん、あの国民の命が大事なのでね、うんうん、そういう判断をしてるんだなって、はい、そういう判断できる国は強いですよね。だからまあ何だったらみんな鎖国してるわけじゃないですか、韓国、うん、鎖国がバッてできるってことは鎖国しても俺ら生きていけるぞっていう、うんうん、そういう自信があるから鎖国できるわけでしょ、うん、あの金たんまりあるぜって言って鎖国できる、まあ、シンガポールとかスイスとかそうだよね。金たんまりあるから鎖国できるっていう国もあるし、あと自分たちでちゃんと飯作ってるから、うんうん、鎖国できますっていう国もあるよね。やっぱりね、自国でっていうのが改めて大切だなって見直すきっかけにもなりましたよね。石油の備蓄も必要だし、食料の備蓄も必要だし、うん、あの外貨も持ってないといけないしっていう、でそういう鎖国できる状態だと、まあそのね、今バーって鎖国したような国とかね、鎖国いざとなったら鎖国できますっていう覚悟があると、うん、普段のあの外交の交渉力とかも全く違いますよね、はい、鎖国できない依存しているような国だったらね、こうね、ちょっと交渉ごとで押されたらううって言ってね、あの不利な条件飲んじゃいますけど、なんだったら喧嘩別れできますよっていうにこやかに、でも腹ではそういう覚悟を持ってると外交強くなりますよね、うん、だから結構これ今回あの政府の立ち回りも見れて楽しいですね。はい、はい、ということで、映画館クラブバーは閉鎖ということです。はい、はい、以上本日のベトナムニュースでした。ご質問などありましたら YouTube のコメント欄にてお聞かせください。はい、 MCB からのお知らせ。現在、私、三上奈美と小森優也さんがですね、ベトナムのフリーペーパーの SK というところで連載コラムを書かせていただいております。はい、はい、書いてあげてます書かせていただいてましたよね、書いてあげてますSK から金ももらってないです私でもなんか文章を書くの好きなんです、嬉しいです。あの小森さんのおまけ的な感じでね、うん、書かせていただいておりますが、いやいや、三上さんがあの独立してコーナー持ってますから、ぜひ皆さん読んでください、はい、よかったら感想とかも聞かせてください。あとこんなところ知りたいとかもあったらぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた明日。はい、また明日。 Go and tasteA truly unique review shows about culinary, sporting activities, beauty services, exploring Instagrammable locations or hot places that attract youngsters. Exciting, fun, and enjoyable.